治った、音治った。いや音が出ないっていうからいろいろいじってたんだよ。いや俺はねお金ね借りない主義だから、お金貸してくれる人のはいいや。お金借りるのって友達じゃなくなると思ってるから。パソコンは50万だね。黙って席立ったら悪いの、俺の家で生活してんだから俺の自由にさせてよ。何が必要な、黙って席立ったらダメなの家の中で。北朝鮮みてえだな。北朝鮮以下でしょうそんなの。同じ服しか持ってないかんね。あれ音が消えた。こんばんは、こんばんは、どうも。いなくなったユウナって誰、ユウナって誰、誰だろユウナって。知らないな。ドラクエの、ドラクエじゃない、 FF のユウナ。 FF にそういうキャラがいるかどうかわかんないけど。はいこんばんは。2019年3月の6日22時52分です。パソコン、いや映画だね。もうパソコン欲しいね。パソコン欲しいよ。疲れた。 KP ご飯ね、スタ丼行ってきた。声聞こえない、声聞こえない、え声聞こえない、え嘘、音聞こえない、え聞こえるはずだけど。支援なきゃ映画撮れないね。パーカー欲しいね。聞こえるよね、音途切れる。あ聞こえたよね、そうだよね。 KB いやー金が欲しい、金が欲しいよ。ふう、お金が欲しい。まあみんな欲しいよな、みんな欲しいよな、お金はな。そうだよな。フリーセレクション、何フリーセレクションって。欲しいものリストにパーカー入れて。ああ分かった、入れとく。欲しいから仕事してんの。いや俺仕事するぐらいだったらいらないわ。仕事するぐらいだったら何もいらない。儲かってないよ。初見さんいらっしゃい。儲かってない。もう毎日ギリギリの生活。300万かな。トータル300万だけど、今欲しいのはやっぱパソコンかな。パソコン。配信は仕事なのかな。なんか昨日も言ったけど、仕事とかっていう考え方がそもそもなくて、ワーカーズライフ。働く、趣味と仕事を分けなくて、生きてる時間は全部やりたいことっていう感じ。ツイキャストフワッチですね。ツイキャストフワッチですね、僕は。騙したやつら許せねえよ。俺誰も騙してねえよ。ああ、何スポンサーのこと、俺のことを騙したやつってこと。うん。そうそう、アドワーズ、あ、ワーカーズライフね。プロなのかな、あんまりそこにはこだわりないけど、遊んでるだけなのよ。ワドさんはワドさん、え？ワドさんだね、俺は。もともと本当はワドだったんだけど、ワドウって自分で発音しちゃうからワドになっちゃったんだよね。収入、なんかね、仕事とか趣味とかいう考え方がなんか古いんじゃないかと思ってて、遊んでるだけで稼げるっていうだけでいいんじゃないかな。だから普通の一般的な仕事とは違うよね。
社会的な責任ないし、スポンサー詐欺許せねん。うん、スポンサー詐欺、うん、もう疲れたよ。すげえワクワクして、すげえ感動して、すげえ手震えたけど、もう疲れたよ俺。遊んでっつうか、やりたいことやってって感じかな。ワーカーズライフっていう言葉はね、あの、もともと概念は自分の中で持ってたんだけど、あの、言葉を作ったのは落合陽一さんだね。いや、ワドでいいよ、もう。みんなワドさんとかワッサンとか呼ぶから。のんちゃん来てないよ。来てない。ワーカーズライフは落合陽一さんの言葉だね。要は働くっていう概念、趣味と仕事っていう考え方をやめて、生きてる時間は全て仕事でもあり趣味でもあって、そう、区別をつけないっていう、まあ、ツイッターに詳しく書きましたね。他人の役に立つイコール働くだったら、俺は毎日毎日あの数千人の人の閲覧に貢献してるけど、スポンサーになって利点がない。確かにサラリーマンの方がいいと思うよ。俺はサラリーマンの方がいいと思うよ。いや、なんか前髪作るとね、ハゲがみすぼらしいんだよね。ていうか、働いてても、その、なんだろうな、無理やり働いてるような状態だと思ってるから、資本主義の末期だから。いや、俺はね、あの、起きたい時に起きて、寝たい時に寝てるから、好きなように生きてるから、別に寝れなくても問題ないんだよね。のりこと復縁してないね。まあまあ楽しく生きるのはいいよ。このライフスタイル手に入れるのに何年もかかったかんね。理想の生活ではあるね。理想の生活では、まあライフスタイル自体は気に入ってるけどね。自分の中では求めてたことだから、やりたかったことはできるようになったけど、俺誰かに迷惑かけたかな、よくわかんないけど。ただ遊んでるだけだよ。やべえ、日報書いてねえじゃん。捨て頃に向けてトレーニングやんないとね。そうだね、そろそろ再開しないといけないけど、もう睡眠時間2時間とかで動いてるから、今時間がないんだよね本当に。ベーシックインカム導入されるで、やりたいことやれる時間増える。あ、それはないと思う。俺はそれはないと思う。幻想だと思う。それは幻想でしょ。そんなうまいこといかないよ。権力者が絶対それを阻止するから。睡眠時間2時間でも本気で遊んでるっていう証拠でしょ。睡眠時間ガチで2時間とかだよ最近。もう全然疲れ取れない。こんばんは。ありがとう、癖になるって言ってくれて嬉しいな。ありがとう。っていうか、あんまり俺捨て頃にあんまり今回力入れてないっつうか、俺の中ではただの1個のイベントだから、なんかカラオケ行くぐらいのノリだね。そんなに本腰入れてねえかな。2回目なんだ、来てくれてありがとう。サンキュー。そんなに力は入れてねえかな。チケットも売れてるし問題ないんじゃない？うん。なんか1個の企画ぐらいに考えてるね。
そんなに本腰入れてない、正直言うと。もう忙しすぎてそれどころじゃない。あー、骨盤が痛いんだ。それはなんかやだな。配信だけで食ってけて羨ましい。まあ普通にバイトよりはいいかもしんないよね。アルバイトとか土方やってるよりはいいかもしんないけど、まだ納得できないかな。人生変わったぜみたいな感じはまだないかな。格闘技選手ではないからね、別にイベントの一個だから。そんなに正直本腰は入れてないよ。やる気ないね。やる気ないっていうか忙しい、マジで。他のことで頭いっぱい、うん、お願いは映画の支援マジで誰かしてくんねえかなと思ってさ、マジで本気で頭打ちで困ってるんだよね。支援者現れないかなと思って。お腹は飯食ったから、あのお腹は減ってないよ、大丈夫だよ。お腹は減ってない。そうだね、なんかポーンとね、お金くれる人が現れるといいな。ポーンと気前よくお金くれる人が現れたら。支援ないと映画はできないね。そりゃそうでしょそりゃそうでしょ。どうやったらできると思うんだよ。写真の仕事は、うん、いや別に儲かってはないかな。でも助かってはいるかな。うん、いやだから働くぐらいだったら何もしない方がいいと思ってる。働くつもりは毛頭ないね、俺は。あの時間が無駄、すげえ生産性がないことだと思ってて、働くっていうことに魅力を一切感じないかな。働くことは俺は一生ないと思う。人生無駄にしたくないから仕事はしないかな。だったらあのダラダラ家の中でダラダラしてた方が全然いいかな。その方が全然生産性があるから。そっちの方がマシかな。健康はね、大事だよね。一回健康損なったらもう帰ってこないかんね。うわ、すげえ。昨日初めてツイキャスで1万稼いでる。やば。はい、ワード2。いや、俺はあんま因果関係とかあんまり信じたくないかな。努力する意味がないからね。全部が全部因果で決まってるって考えるのは嫌だな。うん、その考え方は肯定したくないね、もしそうだとしても。
抗いたいね。抗いたい。そしたら努力する意味なんか何もないじゃん。いや、仕事はしたくない。仕事してた時の方が俺不幸だったもん。毎日毎日バカみたいに働いて、給料低くて、どやされて、精神病んで。絶対に働かない俺は。女に年齢はあんま関係ないんじゃないの？年齢関係ないと思うよ。いや、健康でありがたみが測るも何も、年取ったらダメになるだけでしょ。あなたにも若い時があって、俺にも若い時があるってだけでしょ。そんなこと考えてる暇ないもん俺。健康ありがてえとか言うわけないじゃん。閲覧に興味ないんだよね、あんまり。閲覧には興味ないかな。給料低かったね。中卒だからまあしょうがないよね。めちゃめちゃ低かったよ。いや、社長もやってみたけど、お金稼ぎにあんま興味がないんだよね。お金稼ぎ自体があんま好きじゃなかったから。社長もやってある程度稼いだり、権利収入を得たりとかしたけど、あんまりグッと来なかったな。だからお金を追いかけるっていう作業がなんか退屈で。あ、風船10個ありがとね、誰か。で、権利収入20万ぐらいだったけど、30万ぐらいあったか。うん、寝てても金入ってきた時とかあったけど。いや、ペイペイだからとかじゃなくて、やりたくないことでお金を稼ぐっていうのってすごい生産性がないじゃん。だからやりたいことだけやってお金を生み出してた方が楽しいし、お金も入るし。最高年収少ないよ俺。世の中お金が全てだと本気で言ってんの？マジか。幸せだね。マジで言ってんのかよ。お金が全てだと本気で言ってんの？アムウェイみたいなやつだね。そうだね。アムウェイみたいなやつだね。いや、昔ね、持ってたけど今権利収入ないよ。今はない。昔昔昔の話。あ、まあ、あるには越したことはないよね。お金は不幸は減らせるとは思ってるかな。俺騙し取ったって言ったって、違う、お金の移動してるだけで、俺自身がお金入ってきてるわけじゃないから。俺が600万持ってたって2時間ぐらいじゃないの。2時間か3時間ぐらいで、ですぐ渡して会社の人に。俺はお金、あ、なんそれで食ってたわけじゃないし。っていうか、そんなんだったら詐欺なんかやんないでしょ。はい、ワドツです。まあ犯罪は犯罪だよね。被害者がいるんだから。はい、ワドツ。いや、いい。あの、働きたくなることないから、もう。お金が全てで詐欺に加担したの。友達の会社手伝うつもりで、手伝ってたらそれが詐欺の金だったっていう。そんな感じです。友達の会社ではないんだけど。友達の友達か。会ったことない人だね。ああ、そうだね。少しでも安くして、プレッシャー減らしたいって。全く同じ気持ちかな。そう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 。
スローライフにまったりゆっくり楽しくやりたいかな。しょっちゅう嘘つかれてるね。飯食えなくなった時に考えればいいんじゃないの？飯食えなくなった時に考えればいいんじゃない？それは。なんか別に今食えてるんだったら考えても意味ないことだと思ってるけど。一口10万円ですね。で、5口やってくれんなら5倍でかい名前ドーンって出します。生活保護じゃないよ俺は。あ、クーさんいらっしゃい。アイテム添えちゃうとね、コメビュー反映しないから、アイテムとは別でコメント書いてくれると嬉しいっすね。知らない。リスナーさんの年収バラバラなんじゃないかな。全然興味ないけど、見てる人は無収入の人もいるし、学生もいるし、億万長者もいるしって感じじゃないの？わかんないけど。はい、ワード2。リピートアフターミー、大変だね。リピートアフターミーってなんだろう。もう一回言ってくださいってことかな。アイテムを投げるとコメントビュアーにコメントが反映されないんで、僕がコメントを読めないので、アイテムにコメント添えちゃうと別コメント扱いになるんで、普通にコメント打ってくれると嬉しいです。何？支援について LINE に配信終了後に連絡しますね。ありがとうございます。ていうか配信中でも全然構わないですよ。僕今パソコンに LINE 入ってるんで、今読めるんで。映画ポシャったら返金っていうか、もう詐欺で俺が逮捕されるだろうね。一口10万は安いと思う。1円も出さないんだったら別になんか、いや、なんか普通にバカにされてる気分のね。あ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。普通にコメント書いてくれたらコメビューに反映するよ。詐欺のことは認識してなかったね。バトニアンポーズやってよくわかんないっす。バトニアンポーズとかないっす、別に。お金の話したら悪いんすか？お金の話聞きたくなかったら他見ればいいんじゃないですか？お金の話しない人見ればいいよ。嘘なんか言ってないよ。嘘なんか言ってない。チューチュースタンプありがとう。何が卑怯なの？いや、だから金の話して何が悪いのって。俺の放送なんだから別にいいじゃん。ダメなの？俺の放送なんだから全然構わないじゃん。なんで大っぴらに経済活動して何が悪いの？何が不満なの？間違えた。マケムーさんいらっしゃい。いや、ナイス、別にいいよ、大丈夫だよ、ナイス狙ってないから。匿名さんいらっしゃい。放送で詐欺行為なんかしてないよ。19歳で店長だね。ライブハウスの店長だね。
だからさっきから答えてるじゃん。うるせえな、しつこい。もう諦めたらやりたいことできないってことだからな。諦めたらもう可能性ゼロだからね。トータル300万だね。トータル300万。13号さん、もう一回言いますね。19歳の時は店長だね。いや、労働はしない。くだらないから。労働はしないっすね。バカありがとう。バカナイス。ありがとうございます。バカありがとう。ありがとうございます。しつこい13号、しつこい。お前ブロック。俺しつこい人間嫌いだから。はい、ブロックです。何やってたっけ今。あれ、何やってたっけ。これか。あ、バカありがとう。トーレはトム20万の金を支援してるから何も悪くない。お前は600万下げ死んでる。あ、はい、ブロックです。やることすべて中途半端で頓挫してきたけど、どう思う。しょうがないんじゃないの。しょうがないんじゃないの。やりたくなくなったらやらないよ。やりたくなくなったら俺はやんない。いいね。ドラクエヒーローズ面白いよね。いや、機嫌が悪いのはコメントだからじゃん。別に機嫌がいいコメントが流れたら全然楽しく過ごせるよ。映画は今のところやりたくてしょうがないね。信用なんかもともといらないもん、別に。やりたくなくなったらやめるでしょ。人間誰でもそうでしょ。30分の映画っすね。30分の映画っす。パトロンね、釣りだったんだよね。騙されたんだよね。ありがとうございます。マケムーさんありがとう。お茶爆ありがとう。マケムーさんからお茶爆いただきました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。具体性がないから信用ならない。いいんじゃない？信用しなきゃ。わざわざ俺に言わなくていいよ。スポンサーのメリットは、映画のエンドロールにクレジットが乗るっていうことと、あと、台本プレゼントが良ければ、脚本、台本、本だね。本をサイン付きでプレゼントするのと、あと、エキストラ出演。で、一口10万円。企業名でも、コテハンでも、本名でも、ペンネームでも、何でも OK っていう感じでやってる。そんな感じですね。あとポスターとかチラシとかも全部協賛は書くけどね。スポンサーは書くけど。そんな感じですね。そうなんだよね。これ花火ありがとうって表示されちゃうんだよね。新しくね、アイテムありがとうっていうエフェクト今作ってるところなんだよ。今集まったのは、32万かな。32万。主題歌エナタヌにするっていう条件は交渉次第っすね。交渉次第っすね。挿入歌と、主題歌。主題歌は交渉次第、金額次第かな。金額次第っすね。300万はかかるよ。普通映画作るとき2000万ぐらいかかるよ。機材に150万。ロケのスタジオだの弁当だの手出しでセットに、100万はかかるだろうね。脚本はまだ書き途中だね。でも普通のリスナーに脚本見せることはないかな。フレーム消していい？どうやって消すんだろうこれ。フレームってどうやって消すのこれ。フレームの消し方がわかんねえな。こんばんは。エルビンお疲れ。フレームの消し方が分かんねえな。どうやってやるんだろう。いいや、そのままで。サイコサスペンスだね。表現したい内容を金額に決めないでって、ただじゃ何もできないよ。表現したいことは自分が表現したいことに対して金額を提示してんだよ。
だからお金を騙し取ったって、もうこいつうぜえな。まあ、今日もね、映像の制作ずっとやってたんだね。いや、お金は誰からも借りないっすね、僕は。金を借りるっていう行為が好きじゃないんで、お金は借りないっすね。機材自分で買いますよ。機材は自分で買いますね。ちょっと違うかな。羊たちの沈黙とかの方が近いかもしれないね。そうは俺はホラーだと思ってるかな。100万、エンドロールのエンディング曲っすか、挿入歌じゃなくて。エンドロール、エナタヌの曲、エンディング曲ですか、メインの主題歌としてですか、挿入歌じゃなくて。挿入歌の方が難しいか。でもサイコサスペンス流れた後に、その愛犬ペロっていう曲流れたらおかしくなんない、映画が。ちょっとそれは無理かな、ごめんね。愛犬ペロっていう名前の主題歌の曲、愛犬について流れても、ちょっと映画の雰囲気に合わなかったら無理かな。映画館で公開しますね。映画館で公開しますね。愛犬ペロ出てこないかな。それはちょっと無理かな。エナタヌのアーティスト性も崩しちゃうし。まあ世界観がマッチしてたらいいんだけどね。カウンセラーみたいに人生相談やってないんですか？あ、全然ここで放送してる時だったら電話かけてきてくれていいっすよ。人生相談全然乗りますよ。俺が放送やってる時だったら、俺の放送 LINE かけてきていいよ。電話かけてきていいよ。LINE 通話で。全然いいよ。いや、俺は自分で詐欺師だと思ったことは一回もないけど。生活費は別に困ってないかな。アイテムで全然食えてるから。生活費は別に今必要ないかな。アイテム分で全然食えてるから。前科があるからだね、詐欺の。俺は別に詐欺師って、だって詐欺をして収入を得てる人でしょ。俺は詐欺なんかしてないもん。アクセサリーだね。なんで前科ついたんだから、詐欺罪で。めんどくせえからブロックな。鶴の神暴力振るったの？鶴の神暴力振るったの？何について暴力振るったの？一度聞いてみてください。まあじゃあ配信外で聞いてみますね。まあその件については配信外でやり取りしませんか？スポンサー一口で10万円からっすね。映画 M さんから依頼があれば全然出てもら
人ぶん殴って罰金60万。どう思うか。どう思うか。まあ、人殴ったら罰金になるよねって思うね。人殴ったら罰金になるよねって、思う。クラウドファンディングやったよ。スポンサー特典は、エンドロールにタイトルにクレジットが入りますね。企業名、個人名、ペンネーム、何でも OK ですね。はい。映画のポスターにも、ビラにも全部入りますね。普通に協賛ですね。スポンサーです。で、あと、希望があれば、まあ、出演してもいいし、台本、サイン付きでプレゼントしてもいいですね。まあ、アイテムで支援してくれてもいいし、アイテムで支援してくれて、これ映画用ですって支援してくれてもいいし、現金でもいいし、何でもいいです。71号さん、しつこいんでブロックです。彼女はいないっすね。僕は彼女はいないっす。罰金代を花火で賄ってました。いいんじゃない、別にそこに違法性はないから。いいんじゃない。一口10万円からっすね。いや、もう何度もループするとトークが話に進まないから、部屋汚れますよ。トークが前に進まないからめんどくさいね。しつこい。まったり普通に楽しくやりたいだけなのにさ、収益出るわけないじゃん。素人が出る、素人の映画で。ワトカンのオーラ、素人の領域じゃない、玄人の領域。重くないね。全然重くないよ。頭は良くないですね、中卒なんで。むしろ多分ここにいる中で一番頭悪いと思いますよ。頭あんま良くないですね。頭が悪いでしょ。頭良かったらこんなことやってないでしょ。大学行って官僚にでもなってるよ。過去を考えてもしょうがないし、過去も未来のこともあんま考えてないかな。今やりたいことを実現することだけ考えてます。あ、DM 了解です。もしよかったら LINE、プロフィール欄に LINE が書いてあるんで、LINE とかでもありがたいですね。そういうふうに喋る、話すのは好きだったね、ガキの頃から。喋るのは好きだった。あ、悔しいね、閲覧数とアイテムが比例しないのはね。嫌われてるんでしょ。俺、かそってもいいんだけどな。なんで閲覧多いんだろう。閲覧なんていらないのに。なんで閲覧多いんだろうね。身の丈に合って、これは全然いいのに。あ、 LINE お待ちしてます。ありがとうございます。ふわっちのプロフィールページに LINE 書いてあります。 YouTube の調子、いや、変わらずだね。粛々とやってるって感じ。変わらず淡々とやってます。整形、そうっすね。生活は配信ですね。のんちゃんとは別れました。食べてるのはね、チョコレートですね、珍しく。振られちゃいましたね。
売られちゃいました。オレンジなんで止まんの？全然人に媚びないね。うん、ソフレ、うん、アイテム上がってんだ。うん、働くことを否定するのは働いてる人の金を当てにすんなよ。何言ってんのあなた。もうこれで配信で飯食ってんだけど。和道さん、空と雲のタイムラプスをしょっちゅう見て癒されます。ああ、よかった、ありがとう。うん、あれいいよね。どうしたら一緒に飯行けますか。3万円くれるんだったら飯、一緒に飯全然行きますよ。飯ぐらいだったら3万円ぐらいお小遣いくれたら全然行きます。うん、マト君の歌好き、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、別に配信に女不要だと思ってないけど。うまいね、めっちゃ美味しい。3人ぐらいブロック入れたらコメント欄がめっちゃ読みやすくなった。何食べてますか。ごめんなさい、あの企業名を言うわけにいかないんで、ステマになっちゃうんで秘密です。子供には会ってないですね。うん、なんて言って振られたんですか。もう二度と家に行かないって言われた。うん、いや子供いないよ。子供いないよ。俺の DNA を継いだ何かがいるっていう。ポテチは食べないですけど、カキピーは食べますね。俺は自分の DNA が半分入ってたとしても育ててる人が親だと思ってるから、うん、俺は親じゃないね。認知ってどうやったら認知なのかよく分かんないけど、俺の DNA 半分継いでることは認めてるけど。何が嘘なの。嘘なんかついてないけど。お金の心配あるよ。俺は子供だと思ってないね。会ったこともないし。何認知しないとって。認知っていうのはどうやってするのかよくわかんないんだけど、どうやってやるの。この部屋6万。あるね。男の子でいくつなんだろう。11歳か10歳か。もう10歳なんじゃないの、うん、あ、学歴が低いほど犯罪率高いのはそりゃそうでしょ。うん、そりゃそうでしょ。あ、好きな女性だったね。うん、文鳥っすね。10歳か、うん、やはり育てへんって。育てたかったよ。いや、配信始めて6年だからな。10年前配信やってないから。
リスナーの子供じゃないけど。何まだ間に合うって。いや、やることやってさよならとか、なんでそんなこと言うの？俺そんなことしてないけど。俺30、今年4だね。人ぶん殴ったこと、まあまあ、あるかな。子供作ろうと思ってたからね。いや、育てた人が親だと思ってるし、うん、そうあるべきだと思ってる。ありがとうございます。グレート花火ありがとうございます。特命さんありがとう。花火5発サンキュー。男子キーありがとうございます。ありがとう。前祝いもらっちゃったよ。プレッシャーかかるね。ありがとうございます。そうそう、メーカーの宣伝になるからだ、うん、ありがとう。あ、うるさいんだったら見なくていいよ。他見な、うん。ありがとうございます。ありがとう。うん。ナイスー。うん。ナイスー。決まったは言わないかな。決まったは言わない、うん、ってことはあんまやる気ないですね、うん、レジの音違和感ある。そう、どんな音がいいかな。次動画作るとしたらどんな音がいい。なんだろう、どんな違和感なんだろう。いや別に俺会う気ないよ。俺は要件ないから。チョコレートっすね。ゴーンって音。うん。家近所なんだ。へえ。いいとこ住んでますね。いや、俺便所さんより早くこの音使ってたけど。むしろカメラも便所さんよりも先に始めてるし。タリーズのコーヒーじゃないですよ。コーヒーです。美味しいですね、この曲は。自分のスタイル曲げるんだったら生きてる意味ねえかんな。うん、自分らしく生きた方がいいよ。やる気がないっていうかね、他にやることがあって忙しいんですよ。うん、雨強くなってきた。トータル300万ですね。いや俺別にウェンジョイより技術は上だなんて一言も言ってないよ。とにかく忙しいね。浅井さん見たの？マジで元気そうだった。浅井さんのこと知ってるっていうところだ。結構うちのヘビーリスナーだね。今32万っすね、溜まってんのは。どんな案件抱えてるか言えないから企業秘密なんでしょう。企業案件言えないよ。機密保持契約書交わしてるから。言ったら俺が訴えられるから。空き缶拾ってたんだ。 あまだやってるんだ。じゃあ
9年かかる。だってそっからスタートだからね。メモレ知らない元気かどうか。騙されたね。石野に怒鳴られてた。まあ浅井さん愛情はって言ってたんだろうからな。金には困ってます。ブロックです。はい、君もブロックです。揚げ足取りとか生産性のない会は今する気分じゃないんで。はい、君もブロックです。はい、ブロックです。はい、ブロックです。はい、ブロックです。金髪になってきてるかな。そうかな。なんか色が濃くなってきてる気がする。時間が経って色がなんだろう、黒くなってきてるというか、もっと明るかった気がするんだよな。なんか濃くなってるよね。ヒゲはあった方が俺はいいね。ヒゲなくなるとサイコパス感っていうか、なんか目がギョロッとした病気感がすごい出て怖いんだよね。マイルドになるね、ヒゲあった方が。優しい印象になる。タバコはいいよ。タバコはいい。落ち着くよね。どう見られるかなんか気にせんでええやんけ。気にしてないよ、全然。全然気にしてない。都内なんか全然吸えないよ。息苦しい。ルールが。ルールばっかりで。はい、こんばんは。狭苦しいし、息苦しいよね、なんか。いや、ブロックしまくってるよ。もう2、30人入れてるよ。絡みたくない人はブロックです。なんか、別に何言ってもいいとは思うんだけど、何回言っても嘘だ嘘だって言って話がループするのが嫌なんだよね。めんどくせえから。意見変わることなんかないし、話がなんか前に進まないのはすげえめんどくさいからブロックするね。うざい、はっきり言って。いや、別にアンチを増やそうとか全然考えてないよ俺。閲覧なんか別に10でもいいもん。楽しかったら閲覧なんかどうでもいいもん。閲覧増やしたくないのに閲覧があるから、なんか楽しいメンバーと楽しく過ごしてた方が絶対面白いからね。別に俺のこと嫌いなやつ俺の放送を見ても何の意味もないじゃん。何のセンサー性もないし。だったら人数少なくてもすげえ好きでいてくれる人の方が全然価値があるから。おはよう。エクスパンドかな。おはよう。今日花粉多かったよね。鼻水すごい出たもん。今日花粉多かったよ。多かった。
すげえ多かった。映画と配信に専念していけ。ああ、まあ、いや、専念してるつもりなんだけど、あとシルバーね、今。映画配信シルバーね。生活保護完全マニュアルももう小川さんの登場で俺は役割終わったかなとか思ってて。ミニシアターは、どこだったっけな。フェイクっていう映画見に行った時に、どこだっけ、渋谷のユーロスペースかな。ユーロスペース行ったかな。ポレポレは行ったことないね。行ってみようかな、一回。大花粉なんだ。花粉の薬は飲んでない。放置だね。目が痒かったもん、今日朝起きて。飲んでないっすね、僕は。パトロン釣りだったね。ユーロスペース良かったね。特にフェイクっていう映画がすげえ良かったから、いい思い出になったかな。初めてミニシアターですげえいい映画見たなと思って、得した気分になったね。メルとワド提督の日本を盛り上げる。日本は盛り上げないよ。ここにいる小さい世界盛り上げてこうよ。 A かな、森 A と A2 じゃないの、もしかして A3 かも。 A3 は映画じゃないか。 A か A2 じゃないの。その監督、森監督じゃない。その人の映画じゃなかったかな、フェイクって。シルバーはね、これ、シルバーアクセサリー作ってるね。型っていうか、型って何？シルバージュエリーのブランドオーナーの、これ。シルバーアクセサリー作ってるよ。騙されたね。生活保護なんだ。そっか。俺も生活保護だったよ、昔。辛いよね。あんまりでもネットで書かない方がいいよ。俺生ポダとかそういうことは。メルカリでシルバーなんか売らないよ。仲良くしよう。このクソみてえな人生を早く脱却してえな。なんで無理なの？企業名が入ったら嫌じゃん。傍から見ると楽しそうに見える。いや、辛いよ。なんか、昔持ってた辛さとは違うけどね。貧乏だった頃の辛さとか、とは違う。自己実現ができてない辛さだね。昔はほんと食うのに困ってた辛さだったけど、それはマジでなくなったけど。スポンサーは、一口10万円で30口募集してますね。一口10万円でスポンサーさん募集してますね。自己実現できてる人いると思うよ。全然。俺の周りにも何人もいるし。数は少ないよね。満たされてる人。一口の意味が分かんない。まあ例えば最低でも10万円でスポンサーになれるんですよ。で、スポンサー特典を受け取る数が増えるっていうか。まあ全部フルで一人で映画の資金出すっていうのは30口出してくれたら300万ってことだよね。でスポンサー一人でなれるって感じ。スポンサーのメリットはクレジットが入ることだね。ポスターと映画、要は記録がずっと残るわけじゃん、映画として。そこに企業名がドーンとずっと載るっていう。
あれね、結局一人も支援がなかった。結論から言うと、だからニーズがなかったね。30口集まった段階で映画が作れるからどうなるのって募集し続けるね。俺が撮りますよ。実際カメラマンはプロのカメラマンが撮るけどね。あ、僕は縁切れてますね。家族はいないです、僕は。いや、300万30口ポーンって取れたらすぐできるし、一生かかってもできないかもしれないし、ただそれだけだよ。ただそれだけ。ものすごくシンプルだよ。運が良ければ明日にでも集まるし、今すぐにでも集まるし、別に花火でも作れるわけだから。振られちゃったね。育ち良さそう。そうかな。あんまり育ち良かったのかな。どうだろう。普通の中流家庭じゃないのかな。スポンサー集めてますね。いや、スポンサーさんには別に映画の内容を伝えるよ、全然。イケドンさんっていう人が誰だか分かんない。あ、でも連絡くれたら全然キャスティングするよ。いや、もうその都度その都度機材購入したり前に進めてるよ。例えば30万の支援があって、もうキャメラも買ったし。で、今必要なのはパソコンと三脚とレンズ3本と、必要なものをどんどん揃えていくね。いや、振った方に聞いてください。知りません。じゃあ無理。はい、ブロックです。僕無理とかいらないんで、無理だと思ってる人は僕の放送見なくて結構です。他行ってください。ね、いい彼女だったね。いい人だったよ。PC 秋葉原のドスパイ高額のやつ捕まされたんじゃないの？あれは見積もりを出しに行ったの。だから見積もりだね。つくも電気で買った方がいいかもしれないね。つくも電気の方が対応は良かったね。俺個人的な体感的にはドスパラはなんか微妙だった。いや、別にヒゲは別に監督らしくとかそういうのは気にしてないかな。歓迎はないですね。ないです。ないですね。利益が出た場合のパーセント還元とかは考えてないですね。利益が出たらまずスタッフさんとか演者さんとかにギャラ払うつもりなんで。つくも電気良かったね。好きな映画監督、マイケル・ムーアーとか好きですかね。マイケル・ムーアー好きっすね。最近カオス遊びに来てるよ、俺の放送。さっきもいたよ。なんか体調が悪いみたいね。配信する気分になれないって言ってた。バカプレゼントありがとう。75号さんありがとう。サンキュー。短期は損期ってなんすか？気に入らないなら他行ってもらえます？なんか僕そういうなんかイライラさせる人嫌いなんで、めんどくさいんで他行ってもらっていいっすか？気に入らないんだったら、空気壊さないでもらいたいんですよね。楽しくやってるんで。うざいっす、正直言って。クラウドファンディングやったけど1円も入らなかったからやめた。クラウドファンディングダメだった。1円も入らなかった。やめた。
無駄、時間の無駄。うん、だからキートスやったんだって、1円も入らなかったからやめた。うん、理由とか聞かなかった別に。で、うん、別れたい人の理由聞いたってへこむだけじゃん。別れたい人のさ、理由を聞いても、あ、めんどくさいんでブロックですね、さよなら。あれってなんかって、あれってなんですか、あれのあれってなんですか、あれがわかんないですね。あれってなんだろう、あれって何、クラウドファンディングの裏、裏なんかないでしょ、手数料ビジネスでしょ、あれは。裏なんかないと思うよ、何もないでしょ。スポンサーイコール支援という理解でいいとしても、詳しい内容は経費などを教えていただけるんでしょうか。あ、全然、っていうか話してるどころか、僕これに使いますっていう配信とか全然やるタイプなんで、全然話しますよ、全然話、っていうかむしろ全然さらけ出してますよ僕。だって30万の支援入った時も、達成できたんで今から買いに行きますとか全然やってるんで。もちろんもちろん、映画制作中も配信回すし、本読み稽古も回すし、全部用途は明確に打ち出していくつもりっすよ。それはそうでしょ、納得いかないでしょ、じゃないと。もちろんっすね、それは隠すつもり一切ないっすね。いや、理解してるよ、大丈夫だよ。この前スポンサー現れたからお金の心配いらないって言ってなかった。あれ釣りだったんだよね、結局。まあその話はその話で、この前まとめて全部スポンサーの送ってきた LINE とか全部晒したけどね。まあショックだよね、すげえ。きついよ。スポンサー金額一口10万円で考えてますね。あの
僕はそこが一番妥当かなと思って、一口10万で考えてますね。例えばなんか300円払ってスポンサー気取りで俺がスポンサーだって言われても困っちゃうし、まあ一番妥当、企業とかも参入しやすい、店舗も参入しやすい、個人でも参入しやすくて、ちゃんとしっかりスポンサーやってるって言える金額それかなと思って。相手は誰かって LINE しか知らないから、リスナーさんとしか俺は知らないかな。俺はリスナーさんとしかわからない。300万だね、トータル300万で考えてる。まあそれをそれでいけると思ってるけどね、俺はトータル300だ、今回の規模は。まあ次作る時にまたね、機材は使い回せるから、2年か3年に1回必ず更新していくっていうことはライフワークにしていきたいなとは思ってるけどね。まあ、とりあえず今回のプロジェクトには今の現段階では300は絶対必要だね。まあ個人で動画撮るって考えたらものすごく高い金額だけど、日付変わった？あ、本当だ。映画を作るとしたら足りないぐらいだよ、本当に。ダンカンさんとかも300で作れんのって言って笑ってたもん。ダンカンさん映画監督やってるからね。1本の映画を作るのに2年は絶対かかりますね。逆にそれ以上のスピードで作れるってどのクオリティでできるのか見てみたいですね、僕は。あのおばさんって誰？一番好きな映画「インディ・ジョーンズ」ですかね。「ターミネーター」とかも好きですよ。「ターミネーター2」とか「アルマゲドン」とか好きですよ。インディ・ジョーンズめっちゃ好きですね。ありがとう、風船ありがとうございます。ありがとう。2年かかるのは普通だと思うよ。普通だと思う。むしろ早いっていうか、通常ペースぐらいじゃないの。すごいいいペースで作って2年だと思うね。まあ、俺は30分のショートムービーだから、ちょっと期限長めにしたけど。迷って答えらんない。もともと俺が生まれて初めてなりたかった職業が映画監督だったので、まあそれで今回このプロジェクト立ち上げたんだけど、子どもの一番最初に見た夢を回収するっていうか。で、まず「インディ・ジョーンズ」子どもの頃見て、俺「インディ・ジョーンズになりたい」ってお母さんに言ったら、「どうやったらなれるの？」って聞いた。お母さんが、考古学者だから、石とか集めるんじゃないの？って、お母さんバカだから「分かった、石集めるね」って。でも石を集めてたり、石の図鑑とか買ってもらって見てたんだけど、石をいくら集めてもインディ・ジョーンズになれる気がしなくて、なんかおかしいと思ってお母さんに聞いたの。「お母さん、インディ・ジョーンズになれそうもないからどうやったらなれるの？」っつったら、「うーん」って言って、ピラミッドとかに詳しくなればいいんじゃないかなっつったから、ピラミッドの図鑑買ってもらって、あ、ありがとう、花火ありがとう、匿名さん花火ありがとう、応援してます、ありがとうございます、頑張ります。で、ピラミッドの図鑑とか見てて、ピラミッドの図鑑とかを見てたんだけど、それでもインディ・ジョーンズになれなくて、そう。で、いや、いまだに石、そのくせでいまだに石集める癖があるんだけど、
で、なんかインディ・ジョーンズになれそうもないから、お母さん違うよって、世界中を冒険してテンガロンハットかぶって拳銃とか鞭使って戦いたいんだよって言ったら、あーってお母さんが言って、 で、それね、なれないよって言われて、えっと思って、なれないのって言ったら、なれないんだそれって、この世にいないんだよって言われて、すげえ泣いたの俺。インディ・ジョーンズなれねえんだと思って、でそしたらお母さんが、なんていうの、映画監督、映画っていう世界があって、映画監督っていう人がいるんだよって、そうするとインディ・ジョーンズはなれるんだよって言って、でカメラを買ってもらったの、中古の8ミリビデオで、ずーっとカメラ小僧だね、そっからは。そっからは風、カメラ小僧。制作者も今日も映画のあれしてたからありますよ。うん、制作者もちょっと待ってね。音出るかな？これ僕の映像ですね。まあ練習しながらやってるんですけど、ちょっと待って、今音出すわ。今から流します。これ僕の作った映像ですね。はい、どれくらいだろう、これ。もうこれよりも技術また上がってるね。面白くない人は他見に行ってください。ブロックです。フィックスですね。これはフィックスじゃないですけど。いや、お母さんにはもう会いたくないです、僕。こういう、まあいろんなのを作ってますね。まあまあこういうのやってますね。もう縁切れてるんで、あれ。あ、マジで近所なの？下田だよ。竜宮窟だよ。マジで？ いいとこ住んでんね。この映像ではない。これは技術を上げるためにやってるの。これは技術を上げるために練習してる。他に？ちょっと待って。他？ちょっと待ってね。他？ちょっと待って。他？まあ、いろんなの。っていうか今日も新しくやってるよ。毎日毎日 やってるけど。待ってね。デスクトップ、動画、どんなのあるかな。これはどんなやつだろう。これはどんなやつだ。ちょっと待って、見てみようか。あ、これはあれか、ワドフィルムズか。これオープニングのテストだね。オープニングテストか。どれだろう、どれかあるかな。ちょっと適当に開いていくわ。これ俺が作ったやつだね。これは先生が作ったやつだね。これもテストだね。これは俺が作ったやつじゃないけど、練習で作ったやつ、先生が編集したやつだね。他に広角っていうか、まあこれはアクションカムだね。これはジンバルの撮影の練習で使ったんだよ。ジンバルっていう機材の使い方で、広角も使うし、いろんなものを使うよ。あと何があるかな。飲んでないよ。口をゆすぐのはマナーだから。あと何だろう。風船ありがとう、風船ありがとう。あと何だろう。これはタイムラプスか、普通の。普通のタイムラプスか。これはどんな動画だ。これも俺の作品、これは俺の作品か。
ありがとうございます。ティザーだから CM だと思ってくれていいよ。合ってるよ。だからここにテロップ載せたりナレーション入れたりしたら CM っぽくなるよ。だから映像の技術はずっと練習して細かく上げ続けてるね、うん、だから常にこういう、今日は手から炎が出るボーンっていうやつやってた。ちょっと待って、今日練習したのは、要は CG だね。みんなが言ってるところの CG。それ見る？スバルの名よかった。ありがとう。今日練習したやつはこれ。ちょっと待って。ダウンロード。ちょっと待ってね。ダウンロード。ちょっと待ってね。今日ちょうど練習したやつがあるはずだから。今日さっきまであの映像の先生と練習してたんだけど、トラッキングとパーティキュラーっていう、まあみんなが言うところの CG なんだけど、ちょっと待ってください。ちょっと待ってね、タイムラプスで、ちょっと待ってね、パーティキュラーこれかな、これが今日練習したやつだね。今これができるようになった。今日覚えたやつ。うん。こういう、なんていうのかな。体にオーラをまとうっていう。なんで笑うの？何が面白いの？何が面白いの？うん。トリミングするかってどういうこと？ストーリーすべて自作ですね。はい。なんで笑うの？これ映画で重要なシーンなんだけど。すげえ重要なシーンなんだけど、なんで笑うの？今日なんかピリピリして、なんで笑うの？いや、波動拳も出せるよ、だから。これは編集ソフト。うん。うん。うん。いや、映画なんて全部自己満だけど。うん。なんで笑うの？意味が分かんないんだけど、なんで笑うの？ベガのオーラも出せるし、手から稲妻も出せるようになったね、うん、なんかね、笑われるとすげえ気分悪いんだけど、なんで、うん、映画作ってどうしたいかじゃなくて、映画を作りたいんです。映画を作ってどうしたいじゃなくて、映画を作りたいんです。それが目的なんです。いや、なんで笑われたのかよくわかんないんだけど。いや、ハンターハンターみたいな設定の映画だから、うん、なんで笑われたんだろう俺。いや、一生懸命頑張って作ってんだけど。こういう映画だよ俺が作る映画、うん、目からビーム出たりとか、手から黒いオーラが出たりとか、電気がビリビリする魔法使いと戦う話なんだけど、うん、アクションも入りますね、うん、アクションも出ますね。そんなに変だった SF アクションではないね。いや、なんで笑われてんのかよくわかんないけど。いや、だから作ってるものを見せて早く作れよってどういうこと？こんにちは。配給通さなくてもお披露目できるね、うん、うん。ジャンル散らかってないけど、俺が必要な技術を習得していってるんだけど、中二病だよ俺は、
なんで笑われてんだろう。よくわかんない。ふわっち重たい。ユータン、いや、生主で出たい人は全員出すよ。うん。生主出たい人は全然出すよ。オーディション出てくれんなら。いや、3つの物語の中の1つの真ん中の方のストーリーだね。うん。自分のできる範囲でやってますけど、なんすか技術が伴ってないとか。三部作だね。三部作の物語を並行して一個の物語に集結させるっていうストーリーだね。愛子ちゃんの手からは何だろう、分かんない。愛子ちゃんがアクションに出るかどうか分かんないから。一部の反応を確認する前から三部作決めちゃう。え？三部作決め打ちなのですか？もともと作りたかった映画っていうのが全く別のジャンルの3個の映画を同時並行で流して、実は主人公一人だったっていうのを作りたかったから、まあ別に珍しくないんだけど、よくある構成なんだけど。そう、三部作の合計が30分、そういう感じ。要はまあカメハメハ出したいってことなんで、そうだね、合ってるよ。152号さん、ショートストーリーだね。尺的に予算的にしょうがないね。それはでもなんで笑われたのか、すげえ苦労してやっとここまでたどり着いたのに、めちゃめちゃ苦労したのになんで笑われたんだろう。一つ10分とは限らないけどね。パトロンからお金もらえなかった。何が面白かったの？なんで笑うのみんな。すげえかっこよくない？なんで笑うのこれ。すげえかっこいいのにな。すげえうまくできて、やっと思い通りできたのに、なんでこんな笑うんだろう。笑う要素ある？めちゃくちゃかっこいいじゃん。なんで笑うの。その笑われるのが全然腑に落ちないというか、俺せっかくすげえって言われると思ったの、ワードすげえわ、出資するわみたいなノリだと思ったのに、なんで笑われてんのか全然意味わかんないんだけど、どういうこと、どういうこと。いや本当に意味がわかんないんだけど。なんだっけ、メディア、映像キャプチャーじゃなくて、あれコメント反映させるソフトって何だったっけな。ブラウザ、これか、ブラウザのコメントか。なんで笑うの、すごいよね。せっかくここまで技術上げたのに結局バカにされんの。背景は、いや背景埋め込むのは俺はできるから、もう技術的にもうそれは覚えてるから、だからその背景なしで作ったっていうだけ。うん、シャドウの動きを笑ってんの、いやこれめちゃめちゃ大変なんだけど、じゃあできんのお前ら。いやだから映画のアクションシーンで使うよ。映画のアクションシーンできるじゃん。何もじもじくんって、な、何。いやだから技術テストだからしょうがないじゃん。技術テストなんだから。アクションシーンで戦うときにドワーってオーラがまとっていって、こうプーンとかプーンプーンプーンって
300万っすね。オーラ系を今日覚えたから、電気もできるし、ライトセーバーみたいに光るのもできるし、なんあのできるね。編集もやりますね。はい、今日覚えた技術はこれ。技術に関して笑ってるわけじゃないの、いや俺はめちゃめちゃ感動したんだけどね。かっけーと思ったけどね。一つの映画で300万ですね。スポンサーに300万、いやトータル300万ですね。映画の制作費が、スポンサー一口10万ですね。何が面白いのか全然よくわかんないんだけど、三部作、違う三部作じゃないから、三本の物語が一本に一部作だから。いや準備してるけど、俺今日9時間勉強してきたけど、自分でお金働いて映画作れ。はい、ブロックです。よいしょ。だから勉強、これオーラを出すの、映画で、映画でオーラを出すので、やっとオーラができるようになったの、なんでわかんないの。映画でオーラのシーンがあるんだよ、それが再現できたんだよ。何がおかしいんだよ。お、意味がわかんねえよ。何がおかしいんだよ。そう、オーラを、オーラとか湯気とかをまとうっていうシーンなの。なんだよ。オーラ出す意味あるでしょ。オーラ出す映画なんだから。オーラが出ない、ビームも出ない、オーラも映画ない、オーラも出なかったら映画じゃないでしょ、そんなの。なんだろう。京都の大文字焼き思い出した。いや間に合わないよ、今のペースだったら間に合わないよ。いやアクションシーンなんだもん。北斗、そういうこと、そういうこと、北斗の剣、そういうこと。だからバットが武器だったらバットだけオーラをまとうとかができるのよ、うん、すごく重要な、重要な演出なんだよ俺の中では。これがないと俺の映画は完成しなかったんだよ。映画を完成に向けて頑張ってね、技術習得してるっていう話ね。完成はしてないよ。作るためのお金を募集してんの。タバコはメスピ、推薦できるよ俺。もう一回見たいって言うと何回でも見せてあげるよ。何回でも見せてあげるけど、見たかったら、はい、何回でも見ていいよ、はい、何がおかしい、はい、ねえかっこいいよね29号さんね。ねえそうだよね、かっこいいよね。分かる人は分かってるじゃん。ほら189号さんかっこいいよね。
かっこいいよね。そうだよね。だから敵役稲妻にするか赤オーラにするか緑オーラにするかとかいろんな選択肢ができるんだよ。俺は映画ちょい役で出るかもしんない。まあ重要なシーンは俺が技術を覚えることはいいことじゃん、別に。炎っていうか、俺の中ではオーラなんだよね。ボワッとしたオーラっていう感じなんだよね。そう、色がどんどん変わっていくとかね。強くなっていくと、お主、もしや、黄色のオーラを。お師匠、わかりました。おっしゃってた意味が。とかさ、シーンが広がるわけじゃんね。お主もしや、いにしえの、お師匠、おっしゃってた意味が。ねえ。オーラを出しながら電車で痴漢するとか ねえ、楽しみでしょ？いや、俺漫画大好きだもん。ねえ、このことだったんですね。え、もちろん雑魚キャラはオーラまとわないよ。あと新人はオーラ弱いよ。300万のうちは機材がほとんど半分機材で、であとはスタジオとかロケハンとかロケ弁とか、なんだろう、半分は機材っすね。で、半分は撮影で使うから、とりあえず当面150万あったら撮れる環境に持ってって、で、あとはスタジオとかセットとかそういうのに、そんな感じっすね。ブルー、そうそう、赤いオーブ、ブルーオーブ、そう。ロケ弁もそうだね。ロケ弁台とか。マトウキ、そう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 。いやー、分かってくれる人いて嬉しいな。やっと分かってくれる人現れた。そう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 。そういうこと。そう。支援っすね。別に言葉遊びはするつもりないっすね。まあ俺はトライし続けるけど、作りたいから、作りたいものがあるから、何年かかってもやるっつうか、まあ子供の頃からずっとやりたかったことだから、それに動き出したって感じだから、33年間やりたかったからな、結局。すごいよね。いやー、嬉しい。分かってくれる人いて嬉しい。映画館で上映しますね。ミニシアターで上映しますね。いや、封印しないよ。スポンサー厳しいっすね。まだ32万しか集まってないけど。でも32万のカメラなかったらこの映像作れなかったからね。今見せた全部の映像。だから支援があったからこの映像をやっと具現化できたわけじゃん。こういうことができるようになったよって。そうそう、配信者が、なんだろう、年バトルだね。オーラバトル。稲妻とか湖とか光とかいろんなのができるから。キャメラ、これ。俺が使ってるカメラはソニーの α7-3 っていうキャメラ。これっすね。タトゥー入れたかったけどね。子供向けじゃない、大人向けだよ。